はい、皆さんこんにちは。 iPad やパソコンの先生の仕事をしている辰徳です。今回この動画ではですね、 iPhone や iPad の方にこうした物理キーボードをですね接続して、物理キーボードの方から iPhone や iPad のキーボードを入力できるように設定する方法を紹介していきたいと思います。それでは早速ですが、その内容に移っていきたいと思います。はい、それではですね、実際にここからこのキーボードとここにある iPad の方を接続していきたいと思います。それでこのキーボードですね、今回初めに紹介するものは Bluetooth のキーボードとなります。まず iPad の方の Bluetooth の設定を開いていきたいと思います。で、その際に使うのがですね、まず右下にある設定のアプリを開きます。そして設定のアプリを開きますと、画面左上の方にですね、 Bluetooth っていうのがありますので、その項目をタップします。そしてこれが Bluetooth のその接続画面になります。で、この Bluetooth の接続画面に来たらですね、改めてキーボードの方の設定をいじっていきます。で、キーボードなんですけども、種類によって若干操作というか仕様が異なっている部分あると思いますが、まずですね、キーボードの方の電源ボタンをですねオンにしますと。で、オンにした後にですね、今度まあこのキーボードの場合はですね、ここのファンクションキーとこの Bluetooth のマークですね、この2つを同時押しします。同時押ししますと、これがペアリングという設定になるんですけど、これをすると近くにあるですね iPad や iPhone を探すモードに入ります。ここが今点滅しています。で、ここに今ですね、アンカーの A7726 という文字が出てきました。で、こいつがですね、このキーボードの型番というか名前になります。なので、ここのアンカー A7726 をタップしていきます。で、タップするとですね、このような形でアンカー A7726 がですね、ここの接続済みという表記に変わりました。これでもうそのキーボードと iPad の方が接続された状態となります。それじゃあですね、今メモ帳を開いたんですけど、実際にどんな風に打てるかというのを試してみたいと思います。エンターキーを押すとこんな感じでキーボードのカーソルがですね降りてきてるのがわかるかと思います。こんな感じで、動画視聴ありがとうございますという文字がキーボードの方で打てましたというところですね。で、こう iPad をタッチしなくても文字の範囲を選択したりとか、こうショートカットキーを使って文字を太字に変えたりとか、で、今ここ画面表示されてるんですけど、こんな感じでこのコマンドボタンっていうものと Z とか X とかっていうのを組み合わせると、ショートカットキーって言われるものなんですけど、こう素早く文字入力ができるというところです。はい。で、今回使ったこのキーボードがですね、 Bluetooth のキーボードだったんですけど、その家に USB のキーボードがあって、そいつを使い回したいなんていう方もいらっしゃるかと思います。そのような方はですね、例えばなんですけども、こうした USB のアダプターというものがそのインターネットショップだったりとか家電量販店に売ってます。で、これまあどういうものかと言いますと、こっちライトニングの端子で、こっちが USB の接続できる形状となってます。なので、こいつをですね、ここの iPad の端子のところに挿して、で、イメージとしてはこんな感じでキーボードと iPad とか iPhone を接続して使えるようにするというアダプターになります。で、値段自体は1500円しないぐらいで Amazon などで購入することができますというところです。で、私が実際これ購入したものに関してはですね、その商品リンクを概要欄の方に記載してますので、気になる方はそちら参考にしてみてください。はい。でですね、ものによってはですね、このような形でカバーとキーボードが一体になっているタイプというものもあります。で、このカバーとキーボードが一体になったものもですね、その Bluetooth で接続するものとかであれば4000円前後で買えますので、そのキーボードとカバーそれぞれまあ2000円ずつ出して購入するのであれば、一体型で4000円とかで購入されるのが個人的にはおすすめとなります。で、またもっとその4、5000円じゃなくて、よりまあ予算に余裕があるという方は、そのBluetooth じゃなくて、もうキーボードをこうやってカバーにはめた時点でですね、その iPad の方から給電して Bluetooth とかの接続の手間なくキーボード入力ができるようになるといった商品もあります。で、そのあたりがロジクールだったりとか Apple の純正のキーボードをカバーになりますけども、予算に余裕のある方はそちら検討してみてください。